動員観覧時期臨時条項は、かつて、中華民国憲法に、その一部をなす、臨時の修正条項として追加された規定である。1948年から1991年まで、修正を重ねながら43年間存続し、憲法本文を凍結し、反乱鎮定動員時期臨時条項あるいは、反乱平定時期臨時条項などと、日本語訳されることがある。 国境内戦の勃発を受け、総動員体制を敷くため、1948年4月18日に国民大会で制定され、同5月10日に施行された。臨時処置とはいえ、1947年12月の憲法施行からわずか4ヶ月余りで、事実上の憲法改正を行ったことになる。このため、憲法本文を修正せず、この臨時条款が制定された。 当初、この臨時上官の効力は2年間とされていた。しかし、中国国民党は国境内戦に敗北し、台湾に逃れた。その後も臨時上皇は台湾で施行され続け、1991年に廃止されるまで5回の修正を重ねた。結果的に臨時上官は暫定的なもののはずの戒厳令という国家、緊急権の長期的施行を可能とした。 本来は五院の調整役に過ぎなかった総統には国防、治安などの権限が極度に集中した。また、中央の民意代表機関の選挙も凍結され、中国大陸で選出された議員が半世紀近くも居座り続けた。そのため、国民大会や立法院、観察院は万年国会と呼ばれた。国民党政府は人権や民主主義よりも 全中国の統治を前提とした中華民国憲法本文の形式的な存続や大陸で選出された議員の存在を重視し、これを法党と呼んだ。そして民主化要求を法党を犯す法理独立だと決めつけ弾圧した。しかし実際には臨時条項こそが中華民国憲法の理念である三民主義や後現体制による 共和制政治政を著しく破壊し、憲法改正の限界を超えた深刻な憲法廃棄をもたらしたと言うべきであろう。一方、同院官乱時期臨時上官が台湾の政治体制に与えた影響は今日も残っている。一つは憲法改正が修正条項を追加する形式をとるようになり、それが継続していることである。もう一つは、 総統が国家安全会議を通して行政員と共に行政に関与し続けていることである。臨時上官の条文には合数が割り振られていない。総統は動員観覧時期において国家や人民に緊急の危機を避けるため、また政治、財政、経済上の大変動に対応するため、行政員会議の決議を経て緊急処分令や戒厳令を実施できるものとする。 なお、緊急処分令や改憲令は憲法39条及び43条の制限を受けない。前期の緊急処分令について、立法院は憲法57条第2項に基づき変更や廃止を求めることができる。動員観覧期の終了は総統が宣言する。もしくは立法院が総統に宣言を要請することができる。第国民大会は、 総統が民国39年12月25日以前に臨時開会し憲法修正に関する事項を議論する。臨時上官の終了が全校の規定によって宣言されていなければ国民大会臨時会議がその延長もしくは廃止を決定しなければならない。実際には九百五十年ではなく百五十四年三月十一日の第一期国民大会。 第2次会議で延長された。変わらず変わらず動員観覧時期において、憲法47条の制限を受けない。国民大会の創生と復結権について、第3次会議閉会後に検討を行う。新設される行政機構、法律、憲法修正に関する事項についても、総統が国民大会を臨時召集して決定する。国民大会の臨時会議は、 第3代総統が任期内の適当な時期に召集する。動員観覧時期の終了は総統が宣言する。臨時上官の修正、廃止は国民大会が決定する。2月と3月に改正された。なお、本改正により初めて条文に号数が割り振られた。2月改正では第4号から第6号までの全3号が新しく定められ、 3月改正では2月改正の第4号以降を第6号からに繰り下げた上で新たに第4号と第5号を追加し3行目と5行目の間に挿入された。91条92条93条動員観覧時期において国民大会は立法に関し憲法27条第2項の制限を受けない。動員観覧時期において相当は 法案作成及び承認が必要であると認めた場合、臨時の国民大会を招集して議論する。国民大会の閉会中は、研究機構を設置して、憲法問題を検討する。96条97条91条92条93条動員、観覧時期において、相当に動員観覧機構の設置を認め、動員観覧の方針決定と戦地の政務処理を委任する。 相当は必要に応じて、中央政府や選挙で選出される公職の調整を行うことができる。また、自由地区あるいは幸福地区の人口増加や公職の欠員などによる増員や補欠選挙を行うため、特別措置法を制定できる。2月改正の94条、2月改正の95条、2月改正の96条、2月改正の97条、2月改正の98条。 変わ,変わらず変わらず変わらず、変わらず95条前半動員観覧時期において、相当が以下の規定に従って、中央民意代表に関する法律を交付するときは、憲法26条、64条、91条の制限を受けない。定期選挙において、自由地区にあって増員された中央民意代表、あるいは国外居住者など選挙に参加できないものを代表する議員については、 総統が特別に選挙法を定めることができる。第1期中央民意代表は法に従ってその職権を行使する。増員議員及び補選者もこれに倣う。大陸幸福地区では順次中央選挙を行う。増員された中央民意代表は第1期中央民意代表とともに法に従ってその職権を行使する。増員された国民大会代表は6年。 立法委員は3年、観察委員は6年ごとに改選される。96条97条98条99条9 0条、臨時上官を廃止させた、李登輝1988年に就任した、李登輝総統は、1989年1月に第1期中央民意代表に対して、高額の年金と引き換えに引退を促す条例を可決させた。 同7月には臨時上官の改正も決定された。しかし、国民党保守派の一部は1990年2月、国民大会の権限を拡大する提案を行った。この改革派と保守派の対立を国民党の2月清争と呼ぶ。李陶紀総統は、同3月21日、政敵である林洋光を小一国を下し、 国民大会において相当に再任された。ただし、副総統に選出された李元族も軍歴を持ち、保守派に属していたため、当時の李登輝はまだ民衆の信頼を得られていなかった。一方、保守派の動きや国民大会での出席手当の4倍以上などを求める万年議員に対して、同3月、台北を中心に学生運動が広がる。学生たちは、 国民大会の解散、臨時上官の廃止と国勢会議の開催などを要求した。3月21日、国民大会での総統選挙に再選された李登輝は学生運動の代表を総統府に招き入れ、国勢会議の開催を約束し、臨時上官の廃止や国民大会の扱いはそこで議論すべきだと主張した。これを受け、学生運動は、 翌日に集会を解散した。その後、1991年5月の臨時条項廃止と民主化、憲法改正に向けた動きが始まった。ありがとうございます。